今泉潤です。広井王子です。萌美です。それでは昨日の続きをどうぞ、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、続いてストーリーボードさんからいただきました、はい、今泉さん聞いてください。先日子供が生まれました。おめでとうございます。初めての子供ということでもあり、名前にすごく悩んだのですが、妻と納得のいく名前に決めることができて本当に良かったと思っています。何事にも自分の意思を持って突き進める子に成長してほしいと願いを込めました。大きくなったら名前の由来を教えてあげたいです。皆さんはご自身の名前の由来って親から聞いたりしたことありますか？ひろいさんの王子って名前はご両親がつけられたんですかね？違うわ、俺がつけたわ。俺がつけたわ。もう日本で一番年寄りの王子だからね。そうね。そうね、うん。年寄りの王子だ。ね、名前の由来だからこのね、おめでとうございます。ストーリーボードさん。だからきっとちょっとつくんみたいな名前なのかな。意思を持って突き進める。ちょっとつくん。どうですか。僕がもう名前の由来はシンプルですよ。ジュンってあの潤うってことですけど、家計を潤してほしい。うわ、本当にすんごいね。本当に親父がその時働いてなくて、おかんお腹がでかいのに働いてて、自分の車を売って俺の出産費にやってて、家計を潤してほしいっていうリアルな、この人のリアルな願いはやっぱ大事ですよね。俺本名は照久で、照明の照に久しいだから、いつ行く久しくこう照らすようにって、明るくいなさいねってよく言われたね。うん、だからやっぱそういう風に言われると言葉で縛られるから、そういう子になろうとするよね。そうなんでしょうね。そう、言葉で縛るよね。しかもやっぱなんか成し遂げたいことはね、目に入れたり、うん、口に出したり、言霊とか言いますもんね。あ、そう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 。だから萌美さんはね、ミュージック&漫画みたいな。そうそうそう、ミュージック&漫画。萌美っていう名前はあの自然が生き生きと育って、それが美しい様のような子になってほしいっていう意味でつけられました。俺子供にちょうどあの一発目のマシンユーで渡るっていうのをヒットした時に生まれてた子なの、ね、で、辰年で、ロボットの名前が龍神丸だから、子供に広い龍神丸ってつけようと思って、広い龍神丸ってで、これにしますっておふくろに言ったら、バカじゃないのって。かっこいい名前なのに。けど、それちょっと俺分かって、丸ってあるとかっこいいな、うん、なんか、なんだっけな、大分にあるのが、田無丸みたいな。